はい、タイガーです。というわけで、本日はですね 0.95 になっておりまして、はい、で使っていくのはこちらです。こちら、はい、オーダーつくよみということで、はい、つくよみがね、なんやかんやに、なんやかんやフェリノートを入れれる界隈で一番強いんじゃないかということで、はい、つくよみ使っていきます。はい、ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ、1試合目ディアンツイルでございます。マタンっぽいね、 HP 的にちょっと怖いね、マタンは。うわうわうわ、どうしよう。こいつは結構後の方がいいんだよな。ちょっとも消去方法でこっちの方がいいか。うん、ちょっともったいない気もするけど、ただね、やっぱりこいつイリアンドエリカは奇跡のね、シールド発動でなんか負ける試合ひっくり返したりするんで、一応持っときます、まだ。うん、なるほど。次は1200の特殊を与えてしまうのか。それに合わせてきた感じか。まあ仕方ないな、さやかでしょう。おっとおっと、なんだ。じゃあエネサンダーの出番か、これ。うん、となると、あ、そっか、相手マタンだから、相手マタンってなるとフルーファーか。じゃあ、でならなおさら春秋、ここ OKOKOK。 これじゃあ春秋正解じゃね、もしかして。もしかしてだけど、もしかしてだけど、これ春秋正解説あるな。これ絶対フルーファーやろ。そしたらもう確かにフルファあるとか。いや、まあ勇気出すか。よいしょ。これでいいかい。ああ、なるほど、リーティエルフルファの方が強いよね、マタンなんだったら。どうなんだろう。でも26でマタンじゃないことってある？26でマタンじゃないってどういう編成って感じですけど、まあ魔獣なら確定なんですけど、うん、ちょっとよくわかんねえな。あー、でも魔獣なんだ。26ってことは 26？ どういうことだ。ちょっと私にはあんまり理解ができないんですけども。OKOKOK。 あ、そうか、つくよみこの2000回復あるんか。あんま使わねえけ、わかんねえかったわ。全然わかんなかったわ。そうかそうか、つまり君はそういうやつだったのか。あ、だるい。そのシールドめっちゃだるい。シールドじゃない、その罠めっちゃだるい。オッケー、雷撃。でか雷撃きた。あれ、これさ、雷撃めっちゃ出るくない？これラブコンだから、ペレツ。うわ、雷撃すご。で、これペレツが2000出るんか。ってことは相手単体で5800出さないといけないんで、新ゴマじゃないと無理じゃね。新ゴマだったら負け。アスモデウス、アスモデウス以外は勝ったんじゃない。あとバホか、バホも負けですね。うん、 C1 でアンプ返されて負けですね。ただそれちょっと考えづらいのと、はい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 。さあ、あー、ペトラ来た。ペトラは絶対勝ちですね。まあ、返した方が安全なのか、返した方が安全なのか、返した方が安全か、どっちだ、どっちが安全だ。まあ返すか。なるほど、オッケーオッケー。まあ何でもいいわ、そこは。よかった。リリーシャの時だけね、回復の時だけ、まあ、返しの回復の可能性もあるんですけどね。はい、ということで対戦、あーざした。さあ、攻めれ、コンバート、マジっすか、マジっすか。コンバート使っちゃう、俺も明日コンバート使っちゃおうか。明日何曜日だ、明日土曜日か。ノーセじゃなくて今日全部 0.95 だから、明日はちょっとバフかかりそうなんで。あ、ちょっと待って、これちょっとまずいな。これバハムートが来るってことは、これちょっと X から来そうですね、相手。
ただ関係ないんでペトラパ行きます。これはね、もう初手バハ出してくるコンバートは確定デックスきます。うん、これはもう間違いないですよね。しかもコマ増やされるってことはバハが2倍出るんで、これめちゃくちゃまずいっす。控えめに言って大ピンチ、控えめに言って大ピンチです。これは本当に、バイセが3500でインスタも3か、やばいやばいやばい、えぐくなっとるって、えぐいって。一回力合わせたいとこなんだけど、そんな力合わせとる場合ではない。めちゃくちゃ力を合わせないといけない状況でありそうに見えるけど、正直力を合わせてる場合ではない気はするな。一回ウンディーネで、まあ、とにかく特殊は出させないよっていう意思表示だけしといて、これでプロキョンとか食らったらもう笑えないんで、一回ね、一回このターンで英語も出させて、まあ、椅子持ってるか知らないけど、これ大事、こういうの大事で、こっからよし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 、こっから2ターン耐えます。こっちからいきます。正解はこっちからです。これ OK、 2000回復入るんで、これうん、2ターン耐えます。これ S 来なければ S2 枚返し食らったら、S2 枚返し食らったらしんどいよ。しんどいって。いや、こっちしかないよね。 70% 出るから勘弁してほしいんですけど、耐えたら勝ち。あ、でも逆にオーラ引いて変な駒しかおらんみたいな、それは無理か。作戦が出るか。惜しい。対戦あざした。さあ最後はアスモデウス来た。アスモデウスね、俺使ってみたんですけど、微妙だったんだよね本当に。でこれはウンディからかな。初手罠やめてね。さあ皆か、それちょ意外とだるいな。意外とダルミンですね、それ。まあ一回ウンディからいきますか。なんかにしても HP 低いな。26しかないっけ。29ぐらいあるはずだから、もともと普通に組んだら魔獣なのか、このアスモデウス。まさか。でも魔獣にビナって入るのか。いや入らない。魔獣にビナは入るのか。いや入らない。これは入らんでしょ。となるとどういうことなんだ。いや神獣で26はどう考えても無理でしょ。やっぱ魔獣なのかな。てかリンだから魔獣か。魔獣でアスモデウス組むんだったら別にあれやね、魔獣でアスモデウス組むんだったらさ、マニアでよくね。マニア持ってないってことなのかな。普通に俺マニアでいいと思うんですけど、そっちから空半期とかちょいだる、ちょいだるだな。きた、明るい未来見えそう。時の光よ。強っ、コモ強っ、コモ強っ、コモ2000出るんこいつ。今2000、2000でだ、今何ぼれた、今1200だった、今見間違え。いや2000出たな、やば、そんな強かったんこいつ、えぐ。 OK、 でもどんどん殴っていこう。あのアスモデウスに勝つ方法はとにかく殴るです、正解は。最近マジで思った、あのアスモデウス7ターン持たないんだこいつ。こいつ7ターン持たせる前にさっさと殴った方が早いです、マジで。でも2000回復入るから、
よいしょ。殴った方が早い。はい。で、相手はメーティスを消すしかない。メーティス消すしかない。回復は勘弁。2000でしょ。2000はどうにかなるくね。なんか引きゃどうにかなるよな。いや、そっちからだったらさ、あ、吸収、1枚返しで吸収したかったってことか。でもね、それはね、悪手ですわ。うちね、次コンボしたら C 発動しちゃうんですよね。これで C 発動しちゃうんで、1600出るんですよね、これで。よいしょ。 OK。 つくみ、まあまあ、普通に強い。はい、ということで、対戦、あざしゃー。